皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。はい、今日はちょっと真ん中にアクリル板を1枚敷いて収録しています。で、今日はですね、堀ちゃんにですね、激うまチョコ風味を使ったブラウニーの試食をしてもらいたいと思います。はい、はい、お久しぶりですね。はい、もう今年初めて、ね、そう、2021年一発目ですもんね。はい、久しぶりになってしまいました。そう、楽しみにしてました。ありがとうございます。はい、激うまチョコ風味を使って、でちょっとプロテインスイーツって結構パサつきやすいんですよ。なのでちょっとマシュマロを上に乗せて、まあ、ちょっとトロッとしたものと一緒に食べることで。マシュマロなんだ。そうなんですよ。で、ちょっと食べやすくなるかなっていうものなんですけども、はい、ぜひ試食してもらいたいと思います。はい。はい、よし、じゃあ。はい。せーの、いただきます。ありがとうございます。よし。はい、じゃあいただきます。どうぞ。おしゃれですね。よかった。なんかちょっと生クリームに見えなくもないかなと思いながら作ってました。よし。いただきます。はい、うん。よいしょ。うん。あ、よかった。ま。今チョコ風味クロスプーンで3倍入ってるので結構タンパク質は多めになってるんですけども、やっぱりのパサつきだったりとかちょっとまあ、プロテイン入れてるのでちょっと硬く仕上がるんですよ、うん、なのでちょっとそれが気になる方だったら、プロテインを、クロスプーン2スクープとか 1.5 杯とかにしてもらってもいいかと思います、うん、プロテインスイーツのちょっと独特のちょっと硬くなる感じが苦手だったらもうマシュマロたくさん入れてもらって もっととろっとした状態で食べてもらったりもしてもいいと思いますし、うん、あと今回バター使ってないので気になる方だったらバター入れてもらっても美味しく食べれると思います、うん、いい意味で食べ応えがちゃんとあるし、うん、あとプロテインしかチョコレートって入れてないんですよね。あとね、今回はそうですね、チョコレートの固形みたいに入れてないんですけど、うん、ココアパウダーをちょっと色付けのために入れてます。ブラウニーってすごいチョコレート溶かしたりとかして作るじゃないですか、うん、もうそういうこうチョコレートの味がなんかすごいちゃんと濃く出てるんで、あ、チョコ使ってないんだっていう感じです。あ、よかったです。そう、激うまチョコ風味もなんかこうあんまりなんかこうチョコレート感がちょっと強い濃厚なやつとかではないじゃないですか、うん、結構後味がすっきりしてるのでちょっとなんだろう、ミルキーココア風味みたいな甘さと濃厚さが欲しいっていう方だったらちょっとプロテインの種類変えてもらってもいいかもしれないですね、うん、バレンタインのあれですね、贈り物にそうですね、ちょうど時期が一緒になったので、うん、はい、いいと思います。筋トレしてる彼とかね、プレゼントしたら喜ぶかもしれない。かもしれない。うん、でも堀さん、はい、今年次の4月で私たち入社3年目になります。うん、早いですね。早いですね。もう本当にあっという間に時間が過ぎていく。そう、私と板垣さんは同期なんですね。そうなんです。2019年入社で入っていて、うん、はい、説明会でもね一回やってるよね。あ、そうですね。そう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 。黒いやつ。もう3年目か。はいはい。なんかこうすごい、なんか私は転職してここに来てるから、うん、なんだろう、すごく独特な会社だなってすごい思ったんですけど。はいはい。やっぱりなんか多分1社目でもそれなんかこれ普通の会社だったらないんだろうなっていうところ多分あると思うんですけども、なんかリアスタあるあるとかってなんか発見しませんでしたか。そうですね、やっぱり。面白いですよね。なんだろう、面白いっていうのはいい意味で、まずスタッフが結構個性的 なんだろう、スポーツマンが多いし、一人一人のキャラクターが、ね、本当に濃い。そうですね。多分ビーレジェンドのスタッフだとたくさん動画に出てるスタッフも多いんですけど、それぞれねこうキャラクターがあるというか個性があるっていうところは、まあ、働いてる中でも感じるところありますし、誰一人かぶってないキャラクターが、そう、あとみんな優しいです。あ、それは本当になかなかないですよね、そういう職場って。そう、であとはあれですよね、やっぱプロテインのメーカーなんで、はい、
常にどこかからシャカシャカっていう音が聞こえてるっていうそうそうね、そう みんなマイシェーカーみたいなの持ってて、はい、で飲んでる、そう、やっぱ仕事中とか、人前でこうシェイクするっていうのがちょっと、気になるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、特に女性のスタッフとかだと人目気にするとか、こうこっそりシャカシャカみたいな、私学校とかもそういう感じだったんですけど、あ、そうだったんだ。でも そういうこうなんだ、抵抗は全くないですね、うちのリアスターにいる間はなんか私も前職いわゆるなんかこう、まあ、制服着て、うん、でなんかこう働くパソコンカタカタするタイプの OL をやってたんですけど、やっぱりその中でシャカシャカするとすごい目立つので、うん、一回ちょっとまあ、なんだトイレに行くついでに自分のロッカーに寄って、でプロテイン混ぜて、で自分の席になんかこう可愛いなんだタンブラーって言ったらいいかな、可愛い水筒か何かに入れて、でいかにもあココア飲んでますよっていうふりしてプロテインを飲んでいましたね。そういうのはありますよね、本当に。なんか今でこそね、キティちゃんだったり、キティちゃん言っちゃった、可愛らしいシェイカーうちでも販売してるんですけども、うん、当時はなかなかなかったですよね。逆になんで飲んでないのみたいな感じですかね飲まないのみたいな感じの、そう反応されるんでね、そういう感じなんで、それはやっぱり他の会社にはない部分なのかなって思いますね。私そうですね、まあ、初めての会社なんで分かんないんですけどここだけです。そうそうそう。あと何かありますか？あとですね、なんか新入社員って多分こういう質問されることあんまりないと思うんですけどもなんかどこのジム通ってるのって当たり前に聞いてくるんですなんかジムに通ってることがもう当たり前みたいな感じで聞いてくる。そうですね、確かにそう、どこのジム通ってるのって面接で聞かれるぐらいの感じ。あ、面接でその話になったね。面接結構筋肉トークしましたよ私そっか、後々取締役の聞いたら、はい、それだから取ったんやでって言われましたもん。そういう感じなんで、あ、それでですかみたいな。そう、私面接で忘れられないのが、なんか何オタクですかって聞かれたことがあって、うん、あ、同じ聞かれた？それ聞かれましたね。で、私は多分それで筋肉オタクですって答えました。あ、そうですね。私全然関係ないこと言うけど、宝塚オタクですとか言ってしまって、うん、もうそれからずっと聞かれてもないの宝塚の魅力についてお話しする、なんかすごい地獄のような時間だったんですけど、大丈夫だったのかなと思いながら今に至ります。なんかそのなんだろう、ジムに通ってるスタッフが多いっていうところで、うん、こう帰り際の今日どことれっていう、そのお疲れの前の今日どことれみたいな、この決まり文句みたいなのはありますよね、うん、確かに今日何の日とか、ね、そう今日何の日って、多分今日何の日ってなんかこう何かイベントあるのみたいな感じで聞いてくる人いるのが、そうそうそう、多分普通だと思うんですけども、今日足の日かなみたいな感じで聞いてくるので、そう、憂鬱なんですよみたいなねそういうのありますよね。励まし合って帰るあと普通になんかこうまっすぐして帰ろうとか、なんかこう荷物とかが少なかったら、なんかいつもとカバン違ったら今日オフって聞かれるのがすごいので、うん、もううちの会社ならではかなと思うんですけど、まあ、変ですよね、まあ、一言で言うと変ですね、うん、女性スタッフもいるんですよ、うん、私たちみたいなね、女性そのね、女性スタッフがこんな感じだったりするんで、はい、もうね、慣れてしまってるので、うん、多分私も新しい人入ってきたら普通に聞いてるんだろうなと思いながら、うん、あとなんかこういつも誰かしら減量してますよね。そうなんですよ、いつもどこかで誰かが減量中だったりするんで、うん、なんかこうお歳暮とかが来たりとかすると、あ、何々さん減量中だったよねとかでちょっと一個飛ばしであげるとか、そうあうんの呼吸でね、こう近くでは美味しそうなもの食べないようにするとか、うん、ちょっと気を使ったり誘わんとこうみたいなのはありますよね。確かに、まあ、そんな会社あるのかな、うん、分かんないですけど、あ、でも確かになんだ
なんだろう、ちょっと私も2年前に大会に出てた時になんか粉のままで EAA を食べてたんですけど、食べる飲むみたいな感じだったんですけど、特にあの隣の席当時の嫁さんなんですけど、何食わぬ顔でお仕事されてたんで、あ、いろいろ許されてるんだと思いながら EAA 粉で食べてました。競技もちゃんと集中しやすいっていうのかな、応援してもらえる環境っていうのはありますね。やっぱりなんか大会の時にあのドッグデフォリちゃんだったりとか染田さんだったりとか見えた時すごい嬉しかったですよ、うん、あ、スタッフ同士で応援行ったりとかそういうのも結構あるので、そういうところはすごいいいところだなって日々感じてますね。今年もなんか行けたらいいなと思いながらね、ちょっとどういう状況になるか分かんないんですけど期待はしています、うん、はい、はい、今回は、バレンタインにぴったりな激うまチョコ風味を使った、ブラウニーを作ってみました。ちょっともうちょっと甘めがいいなって方は、まあまあ、お砂糖入れてもらったりとか、あとマシュマロの数増やしてもらってもいいですし、あと今回バター使ってないのでバター増やしてもらったりとか、いろいろ調整してお好みの、味で試していただけるようなレシピなので、はい、ぜひ一回作ってみてね、調整していただいたらいいかと思います。作ってみたいなと思った方はぜひいいねと、チャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。